ジュニア朝ア日海外電子版は朝日学生新聞社が発行する小中学生向け新聞の朝日小学生新聞、朝日中高生新聞を日本国外の居住者向けに提供する電子新聞サービスである。2011年4月1日に子どア朝日デジタルとしてサービス開始。本サービスは日本国外に在住する読者を対象としており、 朝日新聞社がサービスを運営し、朝日学生新聞社が発行する、朝日小学生新聞、朝日中高生新聞の紙面を配信する。総監督書は PDF 形式のみであったので、パソコンのみに対応だったが、2014年現在は電子書籍への対応が整ったため、携帯電話、スマートフォンタブレット端末からも利用可能となった。発行は原則として、 紙媒体発行当日の日本時間0時に行われ、過去の紙面も一定期間閲覧できる。なお紙面印刷はできるが、著作権管理上ダウンロードは不可。2014年10月1日に中学生向け新聞であった、朝日中学生ウィークリーが読者対象を高校生に広げて、朝日中高生新聞と解題したのに合わせて、 ウェブサービスのタイトルをジュニア朝日海外電子版と改めた。なお、購読は月間単位とし、月途中での解約は不可。購読料の支払いはクレジットカード決済のみ。購読申し込み最初の月は購読料無料。日本国内居住者は利用不可。ありがとうございます。